皆さんこんにちは、スクナガです。今回もゲーム、ポケットモンスターバイオレットを進めていきます。まあ進むっつってもね、ストーリーが進むわけではなくて、ただ単純にですねレベル上げを、していこうかなと思いまして、今回やっていくのはですね、前回、以前ですね、いろいろテラレイドやっていったと思うんですけれども、今回もですねやっていこうかなというふうに思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。今回は、レイド単体で進んでいくので、主なねストーリー攻略はございません。よろしくお願いいたします。さあ一つ目つきました。うえーよえーよえーが強くはねえな。なるほど、星1だとちょうどねレベル15なんですよね。なんで、ベリーパロって進みます。あ、でも、結局は強いのか。草、炎、水のね、その三角関係いいよね。平等に互いに弱点があるからね。よっしゃ。じゃあ戦うか。もう一人だけ完全に格差がありますよね。もう物が違うっていう感じがねしますしね。これ一発で当たっちゃったらすいません。どんぐらい入る？ああ1で耐える。耐えてく。1で耐えるってなかなかだよね。ありがとう。1で耐えるは結構すごいと思うよね。まあもちろん捕まえないんだけどね。まあ今後のこと考えたら捕まえた方がいいのかもだけど、図鑑集めまではちょっとゲームチャンネルではやらないので。あ、これしかないの？なんだよ、面白くねえな。なんだっけ、いつから星3とかが解放されるのかちょっとよくわかってないですね。よし。絶対これじゃね、早いんですよ。もう一個やりたいな、とりあえず。まあ、別日っちゅうか、次の日。次の日？まあ、いずれね、動画出す時が来るんですよ。なんだっけ、もう一個のさ、なんだっけ。あ、そうそうそう。ストーリーで、ゴーストタイプのね、次、ジムらしいんですよね。あー、ドレディアちゃん可愛いわね。本当にもう。で、イヤの見手に入れたよ。さっきね、なんだっけ、撮ってない時にね、あれ撮ったっけ？覚えてないや。撮ってないか。撮ってない時にね、食べ残しを、チャンプルタウンで、手に入れたんで、ぜひ皆さんも手に入れてみてください。ああやってね、なんか軍団でいる中に、たまに一つだけね、色が違うみたいな色違いのパターンが結構稀にあるので、ぜひ皆さんもちょっと探してみてくださいね。よく見たらね、そうじゃないかなっていうポケモンが結構多いんですよ。僕もね、後から気づいて、あれ色違いじゃねってなったやつとか結構いたんだよね。よし、次ね、ゴーストタイプですね。よし。これ星2みたいなんで、これを最後やって終わろうかな。まあ、ヌガルガンでいいべ。これやったら終わりにします。確かね、星2がレベル 25?かな、5ずつで進んでるので、で最後星7が100っていう風になってるわけなんですね。星7はですね、僕の本当にやってる方の、まあ、一応アカウントがありまして、結局まあそちらの方でね、動画を進めています。動画は進めてないんだけど、ストーリーをねかなり進めておりまして、結局はまあそっちの方がもう殿堂入りもねしているので、これ
これやるのに実質2回目なんですよね。ちょっと YouTube のゲームチャンネルのためにやっております。っていうかまあ、次のね、もし、第10世代のね、ポケモンとかが発売されるなら、それでまあ、過去の動画が気になった方用にね、撮っておりますんで。おー、強いね。ムーマでゴーストはまあ当たり前なんで、捕まえなくてはいいかな。ただね、なんだっけ。その、ポケモンって結構ね、一時期妖怪ウォッチすごいブームになりましたけれども、妖怪ウォッチも今、ちょっとね、いろいろ衰えてきてまして、もう、ほぼほぼね、妖怪ウォッチの会社潰れるんじゃないかレベルで、今ちょっとね、ゲームの方もそうですし、映画の方もそうですし、ちょっとアニメもね、その、会社内のルールかはよくわかんないですけれども、あんまり面白くなくなってきちゃっていますよね。まあ、その世代の面白さに合わせてるっていうのかもあるかもしれないんですけれども。だとしてもね、6年ぐらいしか変わんないと思うよ。僕だって今ね、最近17歳になったばっかなんで、ね、だからそれ考えたら、猫あらかびっくりした。何が来たのかと思った。そう、だから、それに比べてポケモンはね、さらに伸ばしてね。うお、ポケモンいた。ちっこくてわかんねえんだよ。そう、それで、結局ポケモンね、この間、1008体、も、いると。いうのが判明しましたよね。一回ね、なんかポケモンの数が多すぎるから数えてみようかなみたいに思ったんですけど、さすがに多くすぎてね、数えるっていうことはできなくて。でもまあおそらくね、ポケモンの、まあ、ゲームがどうとかは言わないんですけれども、多分ね、あと1世代、10世代ぐらいまでは多分最低あると思うんですよ。で、まあ、11世代ぐらいからどうなるのかちょっとさすがにわかんないんですけれども、よう夕方になってきたね。黄昏ルガルガン出てくるじゃん。黄昏ルガルガンのね、色違いとか欲しいんだけどね、ちょっとまだ光るお守りとかの用意もできてないので、最後じゃあちょっとレベル上げしましょうか。そうだわ、ね、本当に、なんだっけ。ポケモンね、どこら辺まで行くんでしょうね。多分でも生きてる間にはなくなっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。まあなくならないようには知ってほしいですけども、まあ最低ね、最低そのドラえもんぐらいまで歴史は残しておいてほしい。確かドラえもんもほぼほぼ50年やり続けてますもんね。だって国民のアニメの定番中の定番ですもんね。知ってない日本人いたらもう日本から追い出すレベルで知ってなきゃいけないアニメの一つですもんね。だからまあ結局ね、そのポケモンも今ようやく今20年、まあとりあえず主に言うと20年ちょいですよね。なのでもうちょいね、伸ばしていただけるといいかなと思いますね。とりあえずね、レベルの足りてない子には、レベルを上げていきたい。とりあえず、ニンフィアが一番今、ないんだよね。よし、とりあえず37になった。残り7個どうしよっか。一体ずつ上げるか。あ、でも一体ずつ上げるとあれだもんな。で、次ゴーストなんで、噛み砕く覚えてるルガルガンにたくさんあげた方がいいかな。そうね、そうしよう。おお、そうした方がいいわ。そうした方がよかった。よかったよかったよかった。噛み砕くの方が圧倒的力強いですし、ルガルガンといえば噛み砕くレベルなんで。噛みつくはもう言わんこまでって感じですもんね。ってことで今回は、レード2つやってきました。あ、サムネ撮るの忘れた。まあ、いっか。ご視聴ありがとうございました。